福沢、まだ何か。いえ、今日はもう遠慮しておきます。疲れた。長かった。お昼もお夕飯も美味しかったけど、ゆきちの作ったお味噌汁が飲みたい。お茶漬けが食べたい。悲しすぎる。寂しすぎる。ここにいたのか、福沢。今何か暴れていなかったか。まあ、今頃吐き気でも催しているのではと思って見に来たんだ。もうそんな無茶な飲み方しませんよ。そういえば猫は元気か。何かあったのか。うちの場合は全然平気だと思います。だと思われるかもで。それはないだろう。うちの実家にいた黒猫なんか。福沢、お前な。福沢作はこの部屋で間違いない。作先輩どうかされたんですか。お疲れ様でした。置いていかれてしまいましたけど、どうしましょう。あ、起きた。なんか探してる。あった。家の猫に電話する。やばい、福沢がバグってる。よ、ちゃんとご飯食べた？早くお家でご飯食べたいな。じゃあね、おやすみ。お、今度は暴れだした。